次ここにね愛犬を飼うためのスペースを作りたいので、ここに、柵を作っていきたいと思います。はい、両方つきました。ぴったりですね。じゃああとは高さ合わせて固定します。ぴったりですね。で次にこんなやつですね。犬が逃げないようにここにつけたいと思います。はい、完成しました。